バンクーバースカイトレインは、カナダのバンクーバーの中心街と、バーナビー、ニューウエストミンスター、サレー、リッチモンドなどのバンクーバー周辺都市や、バンクーバー国際空港とを結ぶ、鉄道系の公共輸送機関、メトロバンクーバーの交通行政を管轄する、トランスリンクが運営しており、運行業務は、ブリティッシュコロンビア高速度交通会社及び、プリトランズ BC に委託されている。スカイトレインは、 カナダの鉄道車両製造技術とコンピューター、制御技術を世界に誇示するために、1986年のバンクーバー国際交通博覧会に関連して、中規模都市のためのマストランジットシステムのモデルとして計画、完成された。開通当時のルートは、バンクーバー市のウォーターフロント駅と、ニューウェストミンスター市のニューウェストミンスター駅間のみであった。なお、この交通博を記念して、 期間となっている部分の線をエキスポラインと呼んでいる。編成は2両、4両、6両となっている。列車はコンピュータ制御で自動運転され、2016年にはドバイメトロをしのぐ世界で一番目に長い距離を走る無人鉄道となった。一般的な鉄道で使われている固定式の閉塞を用いないため列車同士が非常に近づくことができ、2分から6分という短い間隔で、 列車がやってくる。車両は鉄車輪と鉄レールで指示、案内されるが、エキスポライン、ミレニアムラインでは駆動は、車上のリニアモーターで行う、鉄輪式リニアモーターカー方式が採用されている。カナダラインでは、一般的な電車と同じ駆動方式が採用されている。インフラ関係の建設は、SNC ラバリン社が行っている、バンクーバースカイトレインには全部で3路線がある。 エキスポラインはバンクーバー中心部で地下を走り、その他の地域では高架になっている。カナダラインはバンクーバー市内の住宅地を通るため、ほとんどが地下を走り、空港には高架で入る。エキスポライン、ミレニアムラインは同じ車両とシステムを採用しており、相互乗り入れが可能であるが、カナダラインは車両が異なる。詳細はエキスポラインを 参照1986年開催のバンクーバー国際交通博覧会に合わせて1985年に最初に完成した最初の路線バンクーバーの中心にあるウォーターフロント駅と郊外のサレーのキングジョージ駅までを結ぶ詳細はミレニアムラインを参照2002年に開通したスカイトレイン2番目の路線で VCC クラーク駅から ラファー事故、ダグラス駅を結ぶ。詳細は、カナダラインを参照バンクーバーオリンピック開催に合わせ、バンクーバー国際空港を結ぶ、空港連絡鉄道として2009年に開通した路線で、他のスカイトレインの路線とは異なり、リニアモーター式ではない。電車内、駅構内はすべてバリアフリーで、全駅にエレベーターが設置されている。ホームは、 線路が直線の区間に配置されている。そのため、電車とホームの間は2センチメートルから5センチメートルと狭く、車椅子でも手助けなしで乗降できる。列車の運行はすべてコンピュータ制御なので、発車時間になると車内で発車サイン音が鳴りドアが自動的に閉まる。人や物が挟まれたり、無理に乗り込もうとすると自動でドアを少し開けて再開閉する。 駅に駅員がいないことから治安が悪い交通機関とされたため全駅に防犯カメラを設置しスカイトレイン警察隊が結成されたこの警察隊は普通の警察官と同じく法律による拘束力があり犯人の逮捕もできる当初この警察隊は拳銃を所持しなかったが最終的には所持することになった車内にはサイレントアラームというミニが迫ったに犯人に 気づかれずに通報できるシステムがある。これは窓枠の黄色いストラップ状のボタンを押すことで作動し、数分で警察隊が現場に急行する。電車内では喫煙とスピーカーでのオーディオ類の使用が禁止になっているが、携帯電話の使用は制限されておらず車内ではしばしば着信音や話し声が聞こえる。ペットを乗せる場合は小さいケージに入れる必要がある。エキスポライン。 ミレニアムラインの車両は、リニアモーター駆動、無人運転で最高時速 90km。カナダラインの車両は通常モーター駆動、無人運転で最高速度は、時速 80km。ピーク時を除いて、1車両につき2台まで自転車を乗せることができる。マーク I 及びマーク2の一部車両には、方向膜が設置されていないが、停車中に、車内の自動放送が路線メート行き先を案内する。 電光掲示板の多くは、電車が来ないときは、時計と案内スクロールの交互表示となっている。また、治安上の理由から駅には化粧室が設置されていない。導入が進む、自動改札機自動券売機トランスリンクの運賃ゾーン切符は、すべて非接触型で、駅のコンコースにある券売機で購入して乗車する。もともと、スカイトレインの駅には、改札がなく信頼乗車であったが、 自動改札の導入が進み、2016年にはすべての駅で改札が導入された。時事職員による検察が行われることがあり、特に休日は職員と警察によって行われやすい。無賃乗車が発覚した場合には175ドルほどの罰金が課せられる。一度運賃を払えば、トランスリンクの乗り物であるスカイトレイン、バス、シーバスは90分間の一蔵内ののり降りが、 自由となる。スカイトレインの自動券売機では、すべての効果と5ドル、10ドル、20ドル紙幣が使える。また、デビットカードとクレジットカードも使える。6カ国語に対応しており、日本語表示もあるが、機械による自動翻訳のため不自然な表示になる場合もある。カナダラインでバンクーバー国際空港の敷地内の3駅から市内までの区間を利用する場合は、 通常運賃に加えて5ドルの追加運賃がかかる。また、カナダラインのバンクーバー国際空港の敷地内の3駅の区間内のみでの利用は無料であり、券売機にて無料の乗車券が入手できる。運賃はゾーン内での利用か別のゾーンへの利用かによって料金が変わり、3つのゾーンに分かれている。同一ゾーン内利用が2.95ドル。 2ゾーンをまたいでの利用が四点二ドル、3ゾーンをまたいでの利用が五点七ドルとなっており、平日の午後六時半以降と土日祝日は全ゾーン、一律で二点九五ドルと安くなる。割引運賃は五歳から十八歳の子供と六十五歳以上のシニアに適用される。運賃は、同一ゾーン内利用が一点九ドル、2ゾーンが二点九ドル、3ゾーンが三点九ドルとなっており、子供、 または、シニア用の定期券を所持している場合や、平日の午後6時半以降と土日祝日は全ゾーン、一律で1.85ドルと安くなる。大人運賃、割引運賃のいずれも支払い同期に受け取る切符を所持することで、同一ゾーン内の乗り降りが自由となる。道路線は、ボンバルディア社のアートシステムを使用しており、リニアモーター式で運行される。営業最高速度は、 時速 90km であり、標定速度は時速 45km である。ユートドックイクッツマークアイ、編集片側にドアの 12.7m 車両である。エキスポライン開業時である1984年から、キング・ジョージ駅開業の1994年までに、計150両が製造された。2両固定編成であり、最大6両編成で運行される。ボンバルディアアートマークー 編集ミレニアムライン開業時の2002年から製造された、計108両が製造された、2両固定編成であり、最大4両編成で運行される、ボンガルディアイノビアメトロ300、編集計28両が製造された、4両固定編成であり、最大4両編成で運行される、2020年末までにさらに14両の4両編成が運行される予定です。 ヒュンダイロートム EMU 編集カナダラインの車両は現代ロテム社製の車両を使用している。ありがとうございます。